これで、あれだよ、レアドロップ率が2倍ってやばくない？マジで。そこにある建物は天聖の館。天聖の館ってあれだろ、レベル99までいかないとダメなんでしょ、どうせ。だからさ、やり込み要素。アレックスHP が事例回収しているときは絶対に毒を受けないってことに気づいてしまった。リジェネではなく装備品の効果の場合でもだ。いや、なんか教えてくれてるところはありがたいんだけどさ、俺が本物だ。じゃあこいつは訂正するとリンゴでのドーピングした分のステータスも半分になるらしいよ。クソ塩だよな。いや、まあでもそれはなんかそれっぽい塩だけど。ああ、ごめんなさい。俺だってこれ跳ねると思ってなくて、今までそんななかったじゃん。今まで全部跳ねなかった、急に跳ね出すんだもん、こいつよ。こんな罠じゃねえかよ。まあでもいいや、もう一人殺したし。一人殺したらもう二人殺しても三人殺しても一緒だ。ねえ、ちょ、ゴメスのとこに行きたいの？行けない。なんか、ねえ、何このさ、見えない壁。ここに見えない壁が設置されてるんだけど、これどういうことだよ、おい。壺調べれねえじゃねえかよ、おい。まあ、どうせさ、転生できないんだけどさ、多分。一応聞いてみようか。転生するためには、あ、売ってるんだ。やべえ、ちょっと買いたい。アイアンソード、眠りの杖とかめっちゃ欲しい。金が金ね。金足りない、くっそ。虫取り網。なんだ、虫取り網って。赤バラの剣とか、くそ強い。だるま。だるまあれだよな。あのさ、宝くじでさ、一等がだるまだったもんな。絶対強いよな。ん？ここか。これ転生できる。あー、やっぱレベルの上限した。うん、レベルの上限とかもうだいぶ先じゃねえかよ。まださ、さっくりモードでは多分いけねえ。ここには寄せ木のアルクスがたくさんいるな。ジュルリ。どの世界線でも、どのゲームでもゴメスはやっぱりそっちなんだな。もうホモ役としか使われてないもんな、あいつな。この世界のどっかに転生の薬というアイテムがある。なんでもレベル最大じゃなくても転生できる。え、めちゃくちゃ強いじゃん。まあでもすげえレアアイテムなんだろうな、それな。まあ、今回はさ、サクッとモードでやってるから、そこまで、ちょっと待って、なんかいる、監禁されてる。ちょ、あいつ助けよう。多分なんかさ、よーしよしよしよし、見つけた。鍵まだあったよな、確かな。2個くらい買っといたもんな。よし、いいぞ。アンロックだ。お前絶対有益だ。ちょっと待って、やばい。2万ゴールド貯めてきたら経験値がえぐいことになる。あ、そっか。金で経験値変えちゃうから、転生もそこまで苦じゃないってことなんだ、このゲーム。なるほど。ちょっと待って、3000ゴールドせめて貯めてこない？5万、ちょ、2万ゴールドはちょっときついにしても、そうと決まれば、あ、でももう戻ってこれない、ここには。なぜなら、あの、1周目、2周目とか何周もするんだったらあれだけど、俺多分サクッとボールだからもう1周で終わりなんだよね。そうなってくると、ちょっと待ってな、カジノは左、もうカジノは知ってんだけどさ、こいつ何？なんか敵いる。え？は？絶対今川村と違った。え？いっぱいいるし、あー、ちょ、待って。ふざけんな、じじい、てめえ、この野郎、おら。タイマー張れや、この野郎。ちょ、バトルになんで入んねえだよ、おい。おかしいだろうがよ。クソが、こいつ。鍵を買っていくかい？いや、鍵は持ってんだよ。ちょ、待ってな。あ、金の鍵ってさ、どのぐらい、あ、やっぱ金の鍵買えないもんな。あ、ピッケル。あ、でもピッケル買ってもしょうがねえんだよ。もう戻れねえから、あそこ。ちょ、待ってな。売りてえ、どっかで、物を。アイテムを売って、で、それで、ちょっと経験値を買おう。ここで、売れるんじゃないか？よしよしよし、いいぞ。あ、乗車券とか多分もう、持っててもしょうがない。え、ピッケルこんな持ってる、なんで？よくわかんねえ。売っちゃおう。もうどうせ使わないし、俺多分。で、乗車券さ、多分もう、このさ、世界線では使わないよな。一周目で多分もう、あ、パワーのリンゴ。こういう系って強いのかな？よくわかんねえな。待てよ、3000用意すればいいから、この辺はちょっと大事なアイテムだからな。1人の HP を9999、これいらなくねえか、むしろ。9999まで多分いかねえから、上がんねえから、そこまで。サクッとモードでやってるから。これで、3000貯めて、それであそこで経験値を買うと。よしよし、いいぞ。で、今回は、どうしよっかな。俺、こういうのさ、毎回さ、もう主人公が強ければ、それが全て、それがジャスティスみたいな感じで、主人公ガンガンに上げるのね、いつも。だけど、今回は見てほしい。ちょっと翼が入ったばっかりで、こっちって、ちょっと心もとない。だから、でもさすがに今回は、ちょっとバランスを取るために、まあ、翼に仕上げると見せかけてフィリオもう絶対に主人公もう一番強いのが主人公なの。主人公が一番強くないとダメなの。これが最高。レベル25、あんま上がんなかったな、でもな。え？え？ちょっと待って。転生可能かもしれない。やべ、じゃ、めっちゃもったいないことをしたかもしれない。マックスってそんな早いの？え、じゃあいいよ、いいよ。じゃあ逆にいいじゃん。転生しようや。だったらよ。転生できないと思ってた、今回は。なんか、レベル25で99かってっきり思ったら、転生できるよ、だったら。やるやる。あ、え？え？ちょっと待って。お前、帰ってカニカマ食いて。は？殺す。え？ちょっと待って。カニカマ、おい、ちょ、もういいや。殺したかったけど、いいや。転生。フィリオ。勇者。ん？勇者から勇者。あ？ちょっと待って。違う。
今俺何なんだ。ちょっと待って、今のクラス見して。旅人だ俺。しょっぱいな、おい。旅人だったら勇者ですらなかったんだ俺。じゃこれで勇者になろう。じゃあよし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 、面白くなってきたね。レベル上げた価値があったな、ちゃんとな。5万経験値こいつにやった理由がちゃんとできたわ、これで。マジか。ちょ待て、しかもさ、レベル1で HP956 強くねえか。ちょっとこれスキルはまだ覚えてないけど、このキラ、あ、もう覚えてるし。しかもえ、7分の1の確率で7分の1かい。威力が10倍ってすげえけどな。でもな、なんかすげえピーキー技覚えちゃった。オッケーオッケー。でもこれでさあ、レベル25でも次は多分レベル50とかだよな、さすがにな。あるいは99か知んねえけど、まあさすがに行くかね。カジノで遊びたかった、せめて。カジノってどうやって遊ぶんだろうな。ちょっとなんかさ、カジノ券がどこで手にあるかわかんないんだよな。まあいいか、もうお金43ゴールドしかどうせないから、多分この世界線では多分カジノ遊べねえや俺。次のエリア行っちゃいましょう。これでもうおみくじも引いたし、ショッピングモールエリアと、はいはいはい、宝箱なんかもう開いちゃってるけど、薬屋か。こっちは換金で。いやーでもさ、武器さ、もう買えないんだよな。もうお金ないからな。売るか、もう。こっちか。こっちで、もうさ、どうせ使わないんだよ、これいっぱい持ってたところでさ。知らん。これ全部売る。手裏剣もう売る。全部売る。この辺全部売って、こんなんもいらん。いらん、いらん。もうどうせ使わねえもん、こんなん。これもこれもいらん。これもいらん。これも、もう全部売る。全部売って。で、鍵だけ残そう。で、2700。OK。これで。あっ、あっ、やっちまった。オレンジの剣。オレンジの剣。まあ、いいか。翼が多分、良くなるでしょ。あ、OK、OK。1しか上がらなかったけど。あ、待てよ。剣も売れるのか、まさか。ねえ、剣とか、売れる。よしよしよし、いいぞ、これも全部売って。あのクソみたいなさ、太鼓のバチ、あれも売れたことによって。よかったー。オッケーオッケーオッケー。これでさらに、今いく、2800か。お前は魔法使いの杖。手羽先強えんだよな。ハートのブロ、ちょっと待ってな。こっちは待ってな。連続で押さないように。あー、もうないよ。もうだったら、ちょっとお金持っとこう。あのさ、なんかさ、後々でさ、なんかさ、あのさっきのさ、あ、ほらほらほら、こういうさ、いろんなところが、ん？古びた武器。いや、持ってないっす、古びた武器。あー、そういうのも復元できたりする。ん？なんか、魔法陣、関係ないのか。いや、このゲームぶっ飛びすぎじゃねえか。なんか人がすぐぶっ飛ぶじゃん。この前クロティカルを狙うためも、うるせえうるせえ。そういうなんか、あの、なんちゅうの、なんだ、仲間なの、マジか。これ絶対強いでしょ。でももう4人いるからいいや。これ以上だったら増やせんのかな。ちょっと待ってな、増やせるかどうかだけ確認しよう。仲間の増やせるじゃん。なるほど、これ4人パーティー。あー、バフ担当。こいつだから、そんな見た目しといてバフ担当なのお前。防御力アップ、なんだこいつ。ちょっと待って、だったら女の子にすればよかったかな。まあいっか。いや、あ、こいつとか、ほらほら、こういうの、こういうの。違う、ビートヘベリン、なんかそういうの持ってない、ブツブツ交換か。違う、なんかさ、こういう感じでさ、調べてったら、なんかお金が、まあ、使う時が来るか。王様だよねこいつね。いやん。なんだよ、女子トイレは。まあ、待ってくれ、ちょっと鍵こっちだよな、さすがにな。いや、ここでこっち選ばないやついないよな、さすがにな。まあこっちなんですけどね。聖水を手に入れた。お金、よし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 。ちょっと待って、あー、でも3000ゴールドない。ちょっと待って、さすがにあの鍵買うわ。いくらなんでも鍵1個で、だってさ、鍵1個で300ゴールド使うことによって明らかにリターンのがでかい。いくらなんでもでかい。こっちで、これで、いっぱい手に入れて。でもさ、最悪これさ、全部売ればさ、元取れるもん。しかも、ここで、黒いランドセル。さらに乗車券。さらに鍵付き。あ、そっか。鍵いるんだ。待てよ。2個いるんだな、じゃあな。OK。わかった。鍵2個買ってきて、どうせ絶対元取れるから。買って、OK。てか、その、女子トイレに入ったのが一番あれだったな、まず味だったな。あ、違う、こいつに会えるんだから、てか、お前どいてくんね。あ、どける、こいつ使ったらどける。ちょ、待って、なんでそんな奥のやつと話したいんだ、俺は。よくわかんねえ。もう自分がわからねえ。ほら、リターンあったでしょ、650ゴールド。さらに、ここで210ゴールド、眠りの杖、足らしいぞ、最高だ。3000ゴールドいかなかったか。だとしたら、ちょ、待ってな、眠りの杖っていうのが、どのぐらいの、アスティは、なるほどね、クソ強えや。よし、これでいこう。で、
あと他にもいろいろ、あーシルバーロッドな、どうしようかな。翼がシルバーロッドはおかしい。あとあクロイランドする、あと経験値獲得率 200%、 ちょ、ま、待ってフィリオ、それはフィリオ、いやーフィリオなのかな、ちょっと待ってね、レベルが低い、翼につけよう。これでさ、あの翼、緑のマントも強いな。ちょっと待って、緑のマント誰かにつけよう、せっかくもったいない。うん、この辺にしよう。おし、いいぞ。バランス取れてきたね、なんかね。あとそうだ、シルバーロッドを誰かにつけるかっていう話をしてたんだよな。こっちの方がいいかな。こうしよっか。シノアもなんかあれだよな、あの魔法覚えてるもんな。これは多分変わらないよね。あ、属性が変わるのか。土属性か星属性。なんかかっこいいから星属性の方にしとこう。で、お金ちょっと取ってきます。取ってきますっていうか、なんだお前ら。リンゴ売る？いや、いいや。ほらほら、こういうのがあるんすよ。だから金取っといた方がいいって言ってたんだよ。貝殻の水着だ。こんなのお前、女キャラにつけたらお前、なあ、そりゃ、ね、あ、ぶっ飛んだ。僕のリンゴ手に入れたりはできないか。ちょ、で、アスティカシノアか翼、誰につけてももう魅力的。え？なんかすげえ、なんか、いろいろなんか項目が多いね。雷属性、氷属性、あー、属性系か。いや、でも、全体的にすげえ上がるわ。これ強くねえか？なんか、ね、思ってた感じと違うけど、普通に最高じゃん。もう最高じゃねえかよ。貝殻の水着。あとは、あれだ、換金どっかでできるよな。あれどこだっけ？換金。換金できないの？いやー、危ない危ない。できるできるできる。ここで、売って、ついさっきのこと忘れてる。あ、ちょっと待って、福引券。待ってな、福引券。もう頭回ってねえ、マジで。福引券先にしよう。ここで、10連ガチャできない。ま、1個ずつ。2頭！え、2頭！おい、ほら、ちょっと待って、1頭何？教えて。およ、2頭。1頭がミストルティ。なんかすげえ強そうな名前。まあ、引いちゃうんですけどね。ここで、実況者力！ 3 頭。サンダーメイル。まあ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 、でも2頭と3頭強くねえか、冷静に。ほら、超強いじゃねえかよ。あとさ、この2頭何？あ、2頭でやべえわ。MP エグいもん。153。赤のマントより強いよね、さすがに。赤のマントはなんだ？赤のマントは、じゃあ、あ、これ緑のマントの親戚か。攻撃力が上がる？こっちの方がいい気がするな。緑のマントどうしよう。なんか、誰かつける？なんか誰もつけるやついねえな。なんかお下がり、あ、こいついいや。こいつ緑のマントでいいや。で、カジュアルウェイク、猫のくぐるみは、まあ、どっちでもいい。力のネックレス、やばいと、ぶっ壊れ。それで、力のネックレスがぶっ壊れなので、誰につけますかと。まあ、ここかな。あ、いや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 、白ビュリムがぶっ壊れだから、ここじゃない。あ、つか、レベル1なのに HP すげえ多いの、やべえな、つってたけど、白ビュリムのおかげか。よくよく考えたら。あ、ここだね。赤いリボンか、黄色いリボン、猫耳、この辺につけよう。こいつ攻撃力109だ。まあそうだな、弓使い翼誰がいいんだろう。この辺って魔法なんだよね、結局ね。で、攻撃するんだったらやっぱフィリオなのね。だけどフィリオは白ブリムがぶっ壊れでこれつけてるから、レアドロ率 200%。 いやー、攻撃だな。うん、フィリオちょっと攻撃役になってほしいから、力のネックレスにしよう。で、なんかこの辺白ブリムでどう？ HP1 だ、あの、あれだ、レベルがさ3だからさ、HP 低かったから落ちちゃうよねっていうところをアイテムでカバー、あるいはまあシノアでもいいけど、弓使いってやっぱ HP 低いからこの辺でカバーしていくと。さあ、いい感じにちょっとバランスが整ってきたね。ここでいらないやつを1回整理します。ウルで凍った、防御力が2上がる、いらない、いるのかもしれないけどな、本来は。聖水6ゴールド。こんなもののために俺は鍵を1個。あ、ちょっと待って。あー、危ねえ。ギリギリ行った。行かないかと思った。よしよしよし。アップね。これで3000ゴールド手に入ったことにより、ここで、さらに、経験値をお金で買います。フィリオにお願いします。さあ、これでフィリオのレベルが一気に、ふう、疲れた。じゃあ私はこれで、28レベル。いいぞ。さっきの25レベルの上限を超えていったね。いいよいいよ。これでなんか転生した甲斐があったな。しかも、まあ、特にこの辺は新しく覚えてないのか。ステータスはどうだ？やべえ。ステータスがどんどんぶっ壊れになってってる。でもなんか武器は手羽先。クソだせ。縛られな、勇者がなんか武器が手羽先ってよ。よくトイレに寄せるよね。それだけ？まあ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 。
なんか、お前なん、男子トイレにお前な、なんだよ、お前、シレット。何を買おうかな、じゃねえんだよ。何言ってんだ、お前。地上もいますと。まあ、じゃあ次のエリア行くか。魔王城なの、もう。まあ、行くか、でも、もう、やることやったもんな、全部な。お金も使い切ったしな、レベルも上げたし。まあ、言ってみればもうやれることはやったから、まだいるんだ、お前。